はい、どうも、フェイです。そうしましたら今日はですね、ちょっとまあ、今まではですね、アルフィーのアルバムとかはですね、アルバム単位で紹介とかしとったんですけれども、今回はですね、ちょっとおすすめの曲、結構ね、アルフィーの中でもね、特に衝撃を受けた曲をですね、まあ、アルフィーに限らずですね、僕が衝撃を受けた曲、をちょっと紹介していきたいと思います。そういうじゃあシリーズということですね。で、第1弾。今回は、ジ・アルフィーで、Nervous Breakdown。これは神経衰弱って訳されたりするんですけれども、MRP のですね、曲で1989年3月21日リリースの、DNA コミュニケーションというアルバムに入ってる曲ですね。いや、この曲はね、結構ね、異質、今、変わった曲になりますね。結構楽曲構成としても、A メロ、B メロ、サビ、で、A メロ、B メロと、まあ単純に行くもんではない、なんかこう、進行も若干ね、変わってますし、まあ基本的にはね、桜井さんのボーカルの曲になるんですけれども、まあ書いてますね。疾走感のある曲なわけですけれども、基本的には結構こう、囁くような感じの歌い方をされて、しかもその3人ともがふわーっとした囁き声でありながら、綺麗にハモってて、それで結構ね、ヘビーとまで言わないが、まあ、ロック、ノリのいい曲になりますよね。で、こう、基本全体的にはふわーっと歌は張るんですけれども、B メロで桜井さんがいきなり、ターンとハイトーンに、Silence is the morning! かっこいい。あんな声出したい。出ない。書くんで、相変わらずの高見と坂崎さんの綺麗な裏声でのコーラス。で、サビへ入ったら、やっぱりね、全体的にふわーっとして、やっぱりコーラスでありながら、みんな、まあ、基本的にはずっと声が高い。でも、こう、最後の最後を、こう、なーばーぐらいなーなでこんなにの後は、こう、地声に戻すっていうね。この緩急がとてもついた曲っていうのが、やっぱ個人的に好きですね。あとは、高見のエレキですね。高見ですね、珍しく、ピッチシフター、なんていうのか、ハーモナイザー言うんですかね。まあ、要するに自分が弾いてる音と違う音が出る。今回は4度、おそらく上のハモリの音を出していますね。まあ、逆で下弾いてて上かもしれないんですけれども、それでちょっとね、こうエスニックな雰囲気を出すことにもなってます。で、まあ、高見の武士のギターもありながら、結構、今までの聞いた感じとはちょっと違う雰囲気の雰囲気ギターが弾けますね。ソロもかっこいいですよね。相変わらずのアームの感じですよね。なぜかライブではね、CD とちょっとなんかフレーズパン変わってたりするんですけど、僕は CD のバージョンが一番好きではありますね。あとはまあ、坂崎さん、アコギ、前奏からしてね、ちょっと変わった、フィンガーの、フレーズ弾いてありますけれども、まあ全体的にはね、ずっとこう、チャーン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 、あとまあこの曲の変わってるポイントとしてはね、曲入りまでがすげえ長い。なんか足音みたいな、ふーん、ふーん、ふーんっていうのがね、確か1分以上あったんちゃうかな。1分なかったかな。言い過ぎかな。すごい長い。これがいいですね。あとですね、アウトロでこう、Nervous Breakdown って単語を3人でハモるんですけれども、これがしつこい。まだ行くっていうね。ただそういうところもね、ある日ようあるんですけれどもね、結構そういうのもかっこよくて僕は好きですね。この曲がね、まあ結構、桜井さんボーカルとしては極めて得意な曲になるんじゃないですかね。すごい好きで。ぜひこの曲ね、アルフィーファン、最近知ってこの曲知らないよって方は一遍ぜひ聴いてほしいと思いますね。ライブでも案外ね、ちょいちょいやってありますしね。まあそこまで頻度は高くはないですが、まあちょいちょい聴ける曲ではあります。で、まあまあ、もちろんね、元々のご存知の、アルフィーファン、アルチューの方はですね、まだ改めて聞いてみてはいかがでしょうか。というわけで、ちょっとね、僕の個人的なおすすめ曲、またちょっとね、一曲ずつ、ちびちび、紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではでは。夢が君を連れて行くよ。ほら来た、ほら来た。